ですか、加藤君。相手は海戦山戦、用にするんですよ。分かっていましたよ。私と潮さんなら誰が相手でも楽勝ですわ。よっしゃ、こっちも体が温まってきたぜ。行くか。相手はシオンにサトコか。不足はないね。ミオさんに圭一さんですの。こちらも相手にとって不足はないですね。大丈夫、サトコ。お姉と私は一見互角ですが、私が圧倒的に有利です。私と圭一さんならやっぱりこれも圧倒的に私が有利ですわね。ほー、言ってくれるじゃないのよ。ってことは何？二人足して楽勝ってわけ。一言で言い表すならそうなりますね。行くぜミオン、俺たちのコンビネーションで叩き潰すぞ。オッケー、タッグ戦では連携がものを言うことを教えてあげるよ。行きますよ、サトコ。コンビネーションならこっちだって負けません。もちろんですわ。では始めようではございませんこと。親族の会合があることをお忘れでしたか。あ、いっけね。あー、いたいた、しよう。あんたこんなとこで油売ってたのかい。私と一緒に家に戻るわよ。すぐに着替えないと間に合わないよ。ああ、しおさんは今日家のご用事だったんですね。さとこ、ごめん母さん、今日は行けない。ん？お前何を言ってるんだい。今日はお父さんの大切な日なんだよ。遊びなんか明日でもできるでしょう。言ったこっちゃないです。今日はさとこと遊ぶ日になってるんです。
それでも連れて行きたきゃ首根っこを引っ掴んでみてくださいな。さっさとこ戦闘準備。バカな猫の子は。アサイ、少し遊んでやるよ。ジムさん、本当にいいんですね。問題全然なしです。行きますよ。私たちのコンビネーションを見せてやりましょう。お料理の時間ですわね。やりすぎじゃないかい。怪我をしたらどうするんだ。この程度で怪我をするヤオは部活メンバーにおりませんでしたよ。サトコ、そういうことは思ってても言わないもんです。どうやら反省の気持ちがないようですね。ちょっと秘書でお説教してあげましょう。警察に連行なんて冗談じゃありませんわ。待ってください。暴れてたのは私なんです。サトコは何もしてません。そうなんだ。はい、私が一人で暴れてたんです。サトコは見てただけです。だから連れて行くなら私だけを連れて行ってください。何を言い出しますの、シオンさん。そんなことありませんわ。私たちは共犯でございましたよ。連行したければ実力でやってごらんなさいませ。お料理の時間ですわね。まだ元気いっぱいです。無駄ですよ。快速大反響ですわ。
き。本気ですか？えい！えい！仕掛けは上位！よ！やられ快速第3条ですわ！快速第3条ですわ！うわうわ！うわ！警察相手に容赦なくやっちゃいましたね。私みたいなちっちゃいのにやられたとあっては恥ずかしくて報告なんかできないはずですよ。今日はハイイードが上品だから絶対に負けないよ。レナさんのカーイーモードには要注意と聞かされています。サトコ、油断しないように。もちろんですわ。レナさんの恐ろしさは骨身に染みてますのよ。シオンさんこそ油断なさりませんように。僕にも油断しないでくれると嬉しいのですよ。もちろんですわ。リカは抜け目ないでございますからね。油断すると痛い目を見ますわ。それぞれがみんな油断できないということだね。レナも頑張るよ。レナ、今日のご褒美はとっても可愛いオットセイさんなのですよ。ファイト、オーディス。うん、お持ち帰り。さすがリカ、レナさんの怪しかったお尻尽くしていますわね。それを二人がかりで圧倒するのがタッグ戦です。さあ、行きますよ。お料理の時間ですわね。いくよー。快速第3条で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 佐藤子ちゃんにシオンちゃんかい。
珍しい組み合わせだね。珍しいは一言余計です。それより何かご用ですか？ええ、あなたたちがタイトルホルダーだと聞いて探してたんだから。タイトルホルダー？何のことですの？部活のだよ。君たちだけが今のところ勝ち残っているだろ。へえ、ってことは何ですか？私とサトコの無敵コンビに挑もうってことですか？鶴出神社の至宝、ふわらずの勾玉はあなたたちにはもったいないってことよ。どうしますしおさん、コテンパンにするかケチョンケチョンにするかの二択ですね。お好みのままに。じゃあ飛び入り参加させてもらうわよ。次郎さん準備いい？うん、OK だよ。じゃあ行くよ、誰とも。お料理の時間ですわね。それより今の戦いの写真ちゃんと撮れてるわよね？うん、収めてあるけど、どうする気かい？あの二人ただでは済まさないから。くやしいくやしい。もうこれで私たちにかなうものはおりませんわね。優勝ですわよ。最初から分かってたことです。私とサトコなら簡単なことでした。これもシオさんの援護のおかげですよ。北条さん、それから園崎さんの妹さん、王先生、ノ
んでございますの、おっかない顔して。聞きましたよ。通りがかりの人にいたずらをして大怪我をさせたそうですね。誰がですか。そんな証拠はあるんですか。証拠はあります。これです。ちゃんと写っていますよ。写真。確かに証拠ですらね。反応あんま。先生に作るとは陰険な真似を。とにかく職員室にいらっしゃい。お二人にはよーくお説教が必要です。そんな。待ってください。私が悪いんです。さとこは私に従ってやっただけなんです。だから叱るなら私だけにしてください。しおさん、なんでさっきからそうなんですね。私をなんでかばって。さとし君と約束したからです。あなたのことを頼むと私に電話してくれたから。そんな。だから私をかばってくださるんですね。さとし君はもういないけど、でも私は必ず帰ってくるって信じてるから。だからその日まで私はあなたをさとし君に代わってかばうの。それでしか答えられないから。さとし君に答えられないから。バカ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 。あなたとは仲良しだと思っていましたのに。ニーニーに頼まれたから一緒にいてくれただけなんですの。楽しかったから一緒にいてくれたんじゃなかったんですの。さとこ、あいにくですけど、もう私はかばわれたのに渡しないんですの。それこそが私が身につけなければならない強さなんですの。あなたたち、先生の話を聞いていますか。とにかく職員室へ。そんなのお断りですのよ。さあ戦闘準備ですわ。しおさん、私たちは最高のコンビですのよ。二人なら負けない。優勝を阻む相手は先生であろうと容赦はしませんのよ。戦闘準備了解。ごめんさとこ、私たちは最高のコンビだよね。誰にだって負けるもんか。さあかかってこい、カレ女。どうやら口で言ってもわからないようですね。ドクターストップが可能なように私も参加いたします。さあ参りますわよ。シオンさん、このまま優勝ですわ。解説第3章ですわ。生きてる。解説のために。
油断しすぎたかもしれない。それではお試しで遊ばせて。お時間差し上げますよ。さあ、快速第3弾です。なんの？こんな大事ですよ。ちょっと待って、お時間差し上げます。快速第3弾です。倒れるわけ。いやー、元気ですね。完了ですわ。完璧だったよ、ペトコ。私たちのコンビネーションは完璧だった。私たちは仲良しだからできることなんですよ。ミーに頼まれたからなんかだ。はい、そうだね。そうなんだよね。ごめんね、ペトコ。先生、詳しいことは分かりませんが、私たちは席を外しましょう。子供は子供なりに何かを学んでいるのですね。私たちが口を挟むところではないようです。ねえ、さとこ、この商品の落とせどうしましょうね。私たちは互いに仲良しですもの。二人で分けっこしてもなんだかもったいないですわね。そうですね。私たちには過ぎた宝物なのかもしれない。ならそれ、シオンさんに差し上げますわ。え、どうして？ニーニーが帰ってきたらニーニーと分けっこすればいいんですわ。え、ニーニーのことが好きなんでございましょう。鈍感でございましょう。縁結びの力ぐらい借りないと千代さんの思いに気づかなそうなんですもの。さとこ、私はあなたがねえねえでもいいかもと思ってますのよ。ありがとう、さとこ。で、よくよく思い出せばすぐに使う必要がありそうなのを思い出しました。家に帰ったら母さんに大目玉だ。のためのオットセイですわよ。あれ、どっちがどっちでしたっけ？白、赤、白、赤、多分白い方が大好きになってしまう方ですわ。だからシオンさんは赤い方を持てばいいのですわ。こちょこちょマシーンは許して。火災、少し出力を上げな。今一つ反省が足りないようだね。さとこめ、色を間違えたな。今度カリフラワーとブロッコリーで埋め殺してやる。